かな。今日は早めに帰ろうと思うんだけど、もしよかったら一緒に帰らない？よかった。え？特にないけど。一緒に帰れたらなって思っただけよ。じゃあちょっと待っててくれる？先生に頼まれた用件を済ませてくるから。お待たせしました。ええ、大したことじゃなかったから。じゃあ帰りましょうか。なんだか降ってきそうな空ね。光ったわよね。ね。そうね、確かに。かなり近づいてきてるみたいね。仕方ない、少し急いで帰ろっか。うん、そろそろ降ってくる頃かもしれないわね。あ、うん、今頬にポツって。また。そうね、そうしよっか。じゃあそこまで走りましょう。結構本降りになってきちゃったわね。うん、びしょびしょだよ。風邪ひいちゃいそうね。そうだね。ちょっと、どこ見てるの？ごめん、その…何？雨に濡れた綾辻さんが色っぽいなって。バカなこと言わないでよ。あ、綾辻さん、僕は。ダメ、私たちまだ高校生よ。震える肩を抱き寄せ、彼は優しく囁いた。違うよ、僕たちはもう高校生だよ。ボケっとしてないで早く止めなさい。いつまでも私に恥ずかしいことを言わせてるからよ。だって、なんでもないわよ。それよりもほら、小ぶりになったわよ。ただの時雨だったのね。
平たく言えばそうよ。晩秋から初冬に降る通り雨を言うの。止まないと帰れないじゃない。ま、それも悪くないかもしれないけど。なんでもない。ほら、帰るわよ。楽しいことでもあった？カバンくん、どうしたの？思ったより効果があったわね。ひどい？確かひどいことしたのは…そうね。それで、そのあなたが何の用かな？冗談よ。おしゃべりしたいんでしょ？別に。原作を読んだわ。歴史背景を踏まえたいい作品よね。ああいう良質のものが増えてくれると個人的には嬉しいんだけどな。最初に突拍子もないことを言ったりして動きを止めるの。そうそう、そんな感じ。そう思うでしょ？冗談に決まってるじゃない。聞いてどうするの？たまにあるようなないような。あ、でも受け取ることはないわよ。
受け取る理由がないもの。それに物で私の気が引けるなんて思われたくないしね。ワイシャツ一枚とかって言ってほしいの？じゃあスケスケのネグリジェ。変態。変態変態変態。近寄らないで。自業自得じゃない。あなたって単線思考ね。考えてることが顔に出てるわよ。ない？じゃあキスはなしね。それで、あのさ、何かしら。何何？もしかして図星だったとか？どうしたの？何か言ったら？変態。わかってるわよ。先読みされて悔しかったんでしょ？殴られるの覚悟だったんでしょ？素直ね。よしよし。そうだ、ついでにお手とかしてみる？したら太もも触らせてあげるけど。嘘に決まってるじゃない。そろそろ時間みたいね。ちょっと職員室にね。